宮城県ラジオネーム新刊ナッツ、どうして女性はあんなに買い物が長いんですか。ゆっくり買い物したいのは分かりますが、うん、母親や彼女と買い物に行くと本当長いなって感じますと。いや、女子はいろいろ見るのが好きなんですよ。はい、そうです。いろんなものの中から選ぶのが好きなんですよ。今日でもね、さっきたまたま見てたテレビでこういう話をしてて、女性は、はい、あの 割と男ってじゃあここ行こうとか、はい、あそこ行こうって決めて行くけど、はいはい、女性は割とそのそこに行くまでにこう、なんつうの、寄り道じゃないけど、こう見ていくのが、はい、それだけで楽しいっていう、はい、あの、やっぱ男と女でそういう、あの、心理的に違うところがあるっていうのはさっきテレビでたまたま見て。へぇ、心理的に。あ、じゃあもう、そう。生物として。みたいですよ。そういうことですよね。だから買い物長くなるってことかもしれない。確かに。いろんなもの見て。その、いろんなものを見た上で、うん、その中から絞るみたいな作業するので。最初からじゃあこれ買いに行こうって言って買い物に出るとかではないんだ。いや、これ買いに行こうと思って買い物に出ても寄り道します、うん、はい、そこに行くまでに、はい、そこに行くまでに別のものを買っちゃって、この店にもいいものがあるかも、ね、はあ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 、それで実際、あ、こんなの買っちゃったとかもあるわけでしょ。全然あります、全然あります、はい、そしてお目当てのものを買い忘れるって、ね、忘れるんだ。だそこに着くまでにお金尽きちゃうみたいな。買うの忘れたって。それは買い物上手なのか。でもそれを上回るぐらいいいものがゲットできた時は超気分いいです。これは多分男女間でまた違うかもしれないですね。俺とかはもうそれを買いに行くっつってそこにバーッとまっすぐ行くもんね、まず。じゃあそれしか買わない日とかも。そう。男の子そうですよね、割と。これを買いに行くっていう。ストレートですね。それを買った上で、なんかあるかな。まずは、ここに行くっていう。なるほど。目的地に行くっていうのがあるかな。それだから。そこは違いますね、うん、やっぱ男女。逆なんだね、だからそれは。そうですね。いやー。まあでも、これは面白い。まあでも、男の方でも、寄り道が好きな人もいるかもですよ。お？それを言い出したら止まらないぞ。